旅団兵士は、サソリの絵柄のついた緑色のベレー帽と、スコルピオン識別賞を着用する。前身である、独立特殊任務中隊、スコルピオンは、1994年3月31日付国防省令により、第525独立特殊任務中隊に基づき、編成された。隊員は、スペツナズ、空挺軍勤務者、スポーツマンから選抜された。 1994年から1996年の間、スコルピオンは国防省直属だった。アメリカ、ルイジアナ州のフォートポークで開かれた世界特殊部隊協議会での成功後、中隊は第525独立特殊任務主体、後に第525独立特殊任務大隊に改編され、キルギス共和国軍参謀本部情報総局に移管された。 1999年から2000年のバトケン戦争時、大隊はザルダリ方面混成死体の編成下で、テロリストの撃滅に関する戦闘任務を遂行した。2001年から、大隊は第25独立特殊任務旅団に改編されたが、スコルピオンの愛称は保持した。同年、軍機需要。スコルピオンは、ロシア製と西側製の武器を装備する。 その外、対狙撃装置、レーザーアース機、夜間暗視装置、ドイツ製の登山装備、アメリカ製とスウェーデン製の衛星通信システム及び、GPS 受信機を装備する。スイスのエーリックソン社は、暗号移動体通信を供給した。また噂によれば、スキー、スノーボード、雪上車、四輪車、パラグライダーも装備しているという。 将校、歌士官の選抜は、身体、理論の訓練、下記の知識を含む試験を通して行われる。兵士は、軍事委員部を通して、スポーツマン、各種分野の専門家が選抜される。訓練は、分単位で行われ、週に3から4回の射撃を含む。兵士は、自動小銃だけではなく、拳銃も射撃し、戦術訓練は、昼夜を問わず行われる。 月に1回完全装備で25から 35km の更新が行われる。早朝と昼には将校を含む全体員がクロスカントリーを行う。ありがとうございます。